松永光11月23日隊は、日本の政治家、弁護士、公益財団法人日本武道館会長。勲章は、勲一等局実大受章。衆議院議員、大倉大臣、通商産業大臣、文部大臣、衆議院予算委員長、建設委員長等を歴任した。衆議院議長、文部大臣、衆議院議員を務めた、松永東は養父。 長崎県南高木郡南串山村生まれ、1947年に東京都立球団中学校を卒業し、中央大学法学部法律学科に進学。その後、早稲田大学第二法学部法律学科に編入し、1951年に卒業した。同年、司法試験に合格し、1954年に福岡地方検察庁検事に任官。 しかし、翌1955年に退官し、弁護士開業。その傍ら、養夫、松永東の秘書を務め、東の死後、1969年の第32回衆議院議員総選挙に、旧埼玉1区から自由民主党公認で出馬し、初当選した。以後、10期連続当選。当選後は中曽根派に所属し、渡辺道夫が継承した後も、 渡辺派に所属。引退するまで、中曽根派、渡辺派の系譜である志卒会に所属していた。法務政務次官や、通商産業政務次官を務めた後、1984年、第二次中曽根第一次改造内閣で、文部大臣に任命され、初入閣した。1989年、第一次山内閣で、通商産業大臣に就任。 1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、埼玉1区から出馬。新進党公認の浜田拓次郎らを破り、重選1997年、衆議院に予算委員長に就任。翌1998年、第2次。 橋本改造内閣において、大倉省金融検査官による汚職事件で監督責任を取り辞任した大倉大臣、三塚博士の公認に起用された。三塚の公認の大倉大臣候補には、梶山清六や森吉郎、亀井静から派閥領収や、党の実力者たちの名前が挙がっていたが、不良再建問題をはじめ当時の大倉省には、難題が山積しており、 また相次ぐ汚職への対処も期待され、検察官出身の松永に白羽の矢が立てられた。同年7月の第19回参議院議員通常選挙の敗北に伴い橋本龍太郎首相は退陣し、松永も大倉大臣を退任した。1999年11月、君一当局日大受賞受賞。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、 埼玉1区で民主党公認の竹政光一に敗れ落選。2003年の第43回衆議院議員総選挙では新設された埼玉15区から出馬するも民主党公認の高山里氏に敗れ政界を引退した。政界引退後は選挙にこそ出馬していないものの候補者の応援は行っており2001年には埼玉市長選挙で 旧大宮市長の進度を通る広氏を支援した。松永は一貫して、反、相川の姿勢を貫いており、2005年の埼玉市長選では中森副要を支援したが、中森は現職の相川に敗れた。2009年の埼玉市長選でも衆議院議員を辞職して出馬した中森を支援し、中森は落選したものの、現職の相川も清水隼人に敗れ、落選した。 また、自身のかつての選出選挙区である埼玉一区では後継候補の金子善次郎を支援していた。第二次時代を含め、政界引退後も弁護士の業務は継続して行っている。2012年には東京都知事の石原慎太郎による尖閣諸島購入計画に際し、埼玉県内に居住する尖閣諸島の地権者の代理人を務めた。趣味は、 少林寺憲法、ありがとうございます。